はい、今回はですね、子供たちと駄菓子屋さんに行ってきたので、ちょっとね、その購入品をやっていきたいと思います。まあ今回もね、たんまりたくさん買ってきたので、ぜひ興味のある方は最後までご覧ください。それではスタート。スジチャンネル。はい、この500円で計算してちゃんと自分たちで駄菓子を買ってきてください。はーい、はーい。はい、ということで今日行った駄菓子屋さんは初めての駄菓子屋さんで、なんかね、昔ながらのゲームがあったりとか、いつも行ってる駄菓子屋さんよりもうザ駄菓子屋さんみたいなところの駄菓子屋さんに今日はね、生徒サラとコアと行ってきたんですけど、じゃん。私もね、もう大人買いっていうのかな、もうあれもこれも大量にちょっとね買ってみました。もうさ、子供の頃は駄菓子屋さん行くときに100円持ってとか200円持ってとか、そう言ってたんですけど、やっぱさ、もうさ、いい大人だしさ、好きなものをさ、もう爆買いしたいじゃん。ただ言うてもよ、私結構もう遠慮なく買ったんですけど、これでね、2400円ぐらいだったかな。まあ駄菓子屋さんで2400円って結構だと思うんですけど、もっといくかなって思ったら意外にね、それぐらいでね、たんまりと駄菓子を買ってくることができました。なので今回はちょっとね、簡単に駄菓子の購入品をねやってみようかなと思います。もうね、ほんと結構量があるので、ポン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 っていきたいと思います。まずはじゃん、こちらのもち太郎、大きいやつね。昔っていうか、まあ今もあるけど、これのちっちゃいサイズのやつ、醤油味とソース味があると思うんですけど、私はね、どっちも好き、醤油もソースもどっちも好きだけど、そう、このね、もち太郎っていうおせんべいめっちゃ好きでさ、こんな大きいのがあったので買ってみました。はい、そして次じゃん、こちらヤングドーナツ、これマジで美味しいよね。コンビニとかにも結構今置いてるところあると思うんですけど、めっちゃ好きなのこれ、ヤングドーナツ必ず買います。はい、そして次はじゃん、チョコバット、これ当たりがあるんだよね。そう、なんか駄菓子のいいところって当たりがあって夢があるみたいな、そう、楽しみがさ倍あるっていうところがすごくいいなと思って、これもね、未だに多分当たりはある。ほら、くじ付きって書いてあるので2本買いました。次で次はちょっとなんかこの何ていうの、このチョコリングみたいなやつ、これ結構駄菓子屋さんで1個いくらとか何個か入ってていくらみたいなのは見たことあったんですけど、この量ね、この量で400円、もう安いのか高いのかすらもわかんないけど、これ私めっちゃ好きで、チョコバットとなんか似てるんだよね、食べた感じは。大好きだからさ、ちょっと買ってみました。はい、そしてじゃん、あんこ玉、もうあんこ玉もめちゃめちゃ好き、きなこ棒も好きなんだけど、あんこ玉もめっちゃ好きで、当たりは白い玉が入ってるっていうのが、今もあんのかな、どうなんだろう、当たりはね、白いね、玉が入ってんだよ、チョコだったかな、そう、それをなんかわざわざ当たり出たって言っておばちゃんに見せるんだけど、今思えば斬新よね、ちょっとこれも入ってるのかな。そしてまあ今ちょっと話にも出たんですけど私きなこ棒がマジで大好きなの。だからさ、あのきなこ棒の1本折り売ってたんですけど、そんなんじゃ足りないので、もう大人買いよ箱で買いました。おばちゃんに新しい箱の新しいまま買えるって聞いたら、買えるよって言って、そうそう、きなこ棒の箱45本、当たり5本入ってる感じで、これも当たりが出たら持ってきていいよって言われましたなんかいいよね、そういう感じが。初めて見た、これレンジで温めても美味しいよって書いてある。きなこ棒マジで大好きです。はい、そして次じゃん、うまい棒、もう駄菓子といえばのものですね。うまい棒のコーンポタージュとチーズ、そしてじゃん、納豆めちゃめちゃ美味しいの。そして明太子、このね、私はこの4種類しか基本うまい棒は食べないっていうぐらい、チーズとポタージュと納豆と明太子、他にもさ、結構今ってうまい棒のいろんな種類があると思うんですけど、私はもう絶対にこの4つを買って食べます。はい、
そして次はじゃん、わさび海苔。これね、このシリーズねめっちゃ好きね。海苔梅さんってやつとか、あと、あ、私かば焼きくん買ってない？あ、やばい、かば焼きくん買い忘れました。そう、かば焼きくんとかもこのシリーズめっちゃ好きで。そうなのよ、これもね大人買いしたいなって思ったんですけど、箱が見当たらなかったので小分けに買いました。そして次はじゃん、こちらです。ポテトフライ、これめっちゃ好きで、セイソラにめっちゃ美味しいから買った方がいいよって毎回駄菓子行くたびに私言ってるんだけど、買わないの。マジで謎、本当に謎。ちょっとねこの後にセイとソラが買ったものっていうのもちょっとだけねチラッとお見せするんですけど、本当にね駄菓子屋のね良さを知らない買い方をしてて、そう、駄菓子屋とは何ぞやみたいなねところを本当にね教えてあげたいっていうようなものをちょっと買ってたのでね。ほんと美味しいのよこのポテトフライ。こっちのさカルビ味っていうのも美味しいのけど、私はこっちが好きかな。まあ今回はね2つ買ってみました。はい、次はじゃん、こちらです。まあ昔ながらのソースせんべいです。これほんとなんか駄菓子屋とかにはさ結構売ってるけど、今の子たちってソースせんべいって見たことないな。今の子たちがソースせんべいを食べてる姿めっちゃ美味しいんだよこれ。これそう、食べてみて。めっちゃ美味しいよ。これソースかけて挟んで食べんだよ。知ってるよ。知ってる？食べたことある？ほらないじゃん。食べてみて。そしてじゃん、こちら。もうこれもね大好き。これね占いチョコね。ここをプチって割ると三角とか丸とか×とかあって、例えばさこの健康ってところを開けると、あ、健康20丸、こんな感じで占いができるっていうチョコ。本当に昔から大好き。大好きね。大好きで？大好きで、これ箱買いしたことある。どう占いかければいい？ピーって一周。挟むの？2枚でペタって挟むの。やばい、占いどころかめっちゃ食べちゃった。無理よ。食べて。美味しいでしょ？美味しいんだよ。美味しいんだよ。今の子たちはね、このソース。ホワイトソース。あ、そう。ちょっと甘い感じね。今の子たちは本当にね、ポテトチップスとかさ、ポップコーンとかさ、スナック菓子を食べてきてるけど、本当にこういうね、駄菓子はね、美味しいんだよ。めっちゃうまい。え、待って、私買ってないものも入ってるんだけど。俺のやつ。なんで入ってない？そして、次、じゃん、こちらです。このウルトラ梅トラ兄弟。これさ、私が小学校の時に駄菓子屋で買ってたやつは、梅が4つ入ってたの。4つで30円とかだった気がするんだけど、今さ、もう45円で3つ。時代を感じます。どういうことよ。っていうか、45円っていう数字も駄菓子屋になかった。私が知ってるのは本当にもう5円チョコから始まって10円、20円、高くて30円ぐらいのものしか駄菓子屋にはねなかったと思うんだよ。美味しいでしょ。美味しいんだって。それがや、もう45円で梅3つになっちゃってるっていう時代よ。ただこれマジで美味しいの。めっちゃ美味しいから、ちょっとね本当に食べたことない人は食べてみてください。はい、そして次、じゃん、こちらの人参ポン菓子ですね。これもね、これ美味しいんで食べたことある？これ本当に美味しい。バーバーってそう、まあ、普通にね今もね割と売ってはいるんですけど、なかなかさ買ってる子見たことなくない？私絶対多分昔絶対買ってた。ちょっと待って、これすらも45円なんだよ。やばくない？これ45円って令和だわ、令和。値段が上がっとるわ。駄菓子の値段が上がっとる。そして次はこちら。これ知ってる？このなんだ、何、ゼリーだかグミだかよくわかんないやつ。これめっちゃ好きだったの。このコーラボール、このサイダーボールみたいなやつも。そう、これね、これ知ってる？これ。このね、ゼリーだかほんとグミだかわかんないような感じのやつで、めっちゃ好きだったの。めっちゃ好きだったから買ってみたんですけど、今食べたらどんな感じなんだ？これ。これよ。美味しいかどうかは、やっぱね美味しいんだけどバクバクは食べれないかな。やっぱね年を重ねるごとに味覚も変わってるんだね、きっと。
あの時だってこれ多分私相当食べてたよ。相当食べてた。相当食べてた人ってある。めっちゃ美味しいんだよ。つい食べたことある。はい。あれ？あ、ママ一個ずつしか買ってなかった。食べて美味しかったわ。残念。まあいっか、しょうがない、また行こう。そしてじゃん、こちら、ね、このさ、ヨーグルトのやつね、これね、これもマジで大好きでめっちゃ食べてた、めっちゃ食べてたんだけど当たりがあってさ、外れ。これね、この謎のクリームね、このさ、もう謎、本当に謎すぎるクリームめっちゃ好きだったの。これこれこれ何なんだろうね。食べたの？ほら美味しいやん。マジこれ何なんだろう。何とも言えない味。何とも言えない味よ。昔はこれ本当にそれこそバクバク食べてたし、バクバクはいけないな、もう懐かしい味。いや美味しいよ。美味しいけど、大人になった今は本当懐かしいなって思うような味です。はい。そして次、次はこちら。ケーキのチョコ。こういうタイプやっぱりいいよね。この駄菓子屋さんっていう感じの、これもね、当たりがねあるの。あ、これは当たりじゃない、占いだ。嫌なことはさっぱり忘れようでカロリーとか書いてある。え、これ 16.3 カロリーもあるの。占いチョコだね。あら、かわいい。食べていい？食べる。いや美味しい。でもね、ほんとこういうチョコレート、私がちっちゃい時は10円で消費税もなく買えたんですけど、これね、今ね、もうね、20何円とか、ほんと倍以上の値段になってんのよ。だからさ、昔は100円を持って駄菓子屋に行って結構しっかり食べれたけど、今は100円じゃ昔の半分ぐらいしか食べれないから、時代が変わってますね。ちょっと悲しいですけど。そして、あと何言ったっけ？あとこれ、これはね、結構ほんとまだコンビニとかにもね、売ってるチョコレートだと思うんですけど、マジでこれ大好きなの。もう大人になっても普通に、子供がいなくても私買っちゃうチョコレートです。これをパキパキパキって割って食べるんじゃなくて、もう大人になった今はこのままこうやって食べる。そう、2個買いました。はい。そして、次、じゃん。これはですね、トコンブ。中野のトコンブってやつ。これね、私そんなに好きじゃないんだけど、ターくんが昆布系がめっちゃ好きで、そう、今日ね、駄菓子屋さんにターくんは行けなかったので、お土産でこのト昆布買ってきました。そう、お土産です。そして次はじゃん、こちらでございます。もう本当に思い出の一品、ママの思い出の一品の豚麺よ。豚麺どこにでも売ってる豚麺。いや、昔からあるのこの豚麺。ただよ、私が知ってる豚麺はこの豚骨味の豚麺なのよ。でもさ、今よ、今の令和になってよ、じゃん、カレー味、カレー味も売ってたし、じゃん、塩味よ、塩味も出ちゃってるし。塩のシーフードかと思った。炭塩味だって、出ちゃってるし、じゃん、醤油味も出ちゃってる。やばない？やばない？私の時代はここまで、こんな種類なかったよ、豚麺に。ちゃびっくり。ただやっぱり嬉しいな、なんか本当に好きだった豚麺だから。今さ、コンビニにも売ってるじゃん、この豚麺って。でもさ、やっぱさ、こういう豚麺って家で食べるのもまあ美味しいんだけど、ああいう駄菓子屋さんの前で食べるっていうのがね、本当に美味しかったんだよ。本当に美味しかった。もうこれはね、私の駄菓子屋さんで入れてくれんのよ。もう本当に、多分今も入れてくれんじゃない。私の本当に思い出が詰まった豚麺です。もう多分ね、私はね、ほんとね、これね、毎日のように駄菓子屋さん行って、毎日のようにおやつに食べてたもの。マジで美味しい、マジで美味しいんだけど、私はね、ほんとにこの豚麺しか食べてこなかったの、今までね、駄菓子屋さんで。ただよ、じゃん、これも昔からない？このペペロンチーノのこのカップ麺版みたいな、これもマジで昔から駄菓子屋さんにあるイメージで、ただ私この33年間、もうすぐ34年なんですけど、34年間一回も食べたことないの。ただずっとあるってことはめちゃめちゃ美味しいんだなって思って買ってみました、ペペロンチーノ。ちょっとね、ほんとずっと気にはなってたけど食べたことなくて、ここに来てここに来て食べてみようかなと思って買ってみました。はい、ペペロンチーノ。そんな感じかな。
とりあえず今回私が駄菓子屋さんで買った商品は以上でございます。そう、もう本当にまあ、ちょこちょこ駄菓子屋さんは行ってはいたんですけど、もうザ駄菓子屋さんみたいなのは久しぶりだったので、私もすごい新鮮で楽しかったし、子供たちも10円でやるゲームとかもお店にあって、そういうのはね本当初めて体験したので、すごくねなんかいい経験ができたなと思いました。あとは私がすごい個人的にびっくりしたことなんですけど、駄菓子屋さんで後ろに並んでる男の子たちが YouTuber だ YouTuber だって私を見てそう話してて、YouTuber の辻チャンネルの辻ちゃんですよねって男の子たちが声をかけてきてくれて、いやもうなんか初めて YouTuber だっていう目線で話しかけてきてくれたので、本当になんかこうやっぱりさ、今の小学生とか中学生とか、私がモーニング娘。だったってことはほぼほぼ知らないから、まあ、それこそ私のことを絶対にもう知らない時代だと思ってるので、なんかね本当 YouTube をやってて、そうやって小学生の子たちとかに知ってもらえるっていうのは本当に私は嬉しかったし、なんかこれからも頑張ろうっていう風に思えて、今回のこのね駄菓子屋の動画も男の子たちがこれ YouTube にしてくださいってそう言ってくれて、最後バイバイわかった、じゃあできたらアップしてみるねなんて言ってそうバイバイしたんですけど、だからねちょっとこの動画をねその小学生の子たちに向けてっていうのもあれなんですけど、そうなんか約束しちゃったからなんかこうあげたいなと思って、はい、今回はこのね駄菓子屋の購入品っていう動画をねはい撮影してみました。ということでね、まあ、今の時代っていうのもあれなんですけど、まあ、最近はやっぱり駄菓子屋さんっていうものがちょっとね減ってきちゃったかなっていう印象があるんですけど、やっぱりこう駄菓子っていうものはなんか私もすごい思い出のあるお菓子だし、場所でもあるし、こうお菓子を買って当たりが出てそれを持って駄菓子屋行ってもう一回お菓子と交換してもらうっていうシステムがね本当に私は素晴らしいなって思っていて、駄菓子屋さんっていう場所っていうのは今もこの先もできればあり続けてほしいなと願っております。なので近所にねもしあるよっていう方がいたら、ぜひ駄菓子屋さん最近行ってないなって思ったら行ってみてください。そしてこの後はですね、セイ、ソラ、コアが買ったね駄菓子もちょっとバババッと紹介するので、ぜひそちらをご覧ください。どうぞ。さあ500円でねどんだけ買えたかな。520円です。520当たったからね、そっちゃんね、そうゲームでね、ゲームで当たりました。そうだね、490円当てた。出してみよう、何個買えたんだろう。うまっ。うわ長い、見て見て、まずこれコラのマーチ。マーチ、このなんかアイスみたいなチョコ。なんで駄菓子屋でコラのマーチやの。コンビニで買えるわ。これ美味しいよね。ママも買った。これは。ああそれね。あとこれ。ああいいねいいね。ラーメンベビーちゃん。はいどうぞ。なんだよくわからないやつ。コンビニで買えるやん。でも美味しい。よくわからないけど美味しい。セイの基本さえコンビニで買えるよ。いちごハイチュー。こういうのないね。いちごハイチュー。これ当たってるんだよね、ゲームでね。そう、当たって買っちゃったやつ。ねえ。やばくないこれ。これを食べる時のスプーン。それめっちゃ全部するじゃん。そうだよ。ね、買いすぎ。8個だよ。よし、俺食べていくよ。8個？うん、めっちゃすごいな、やっぱ。だって俺8個でも飽きないもん。駄菓子屋で500円は本当に結構買えるね。飲んでいい？いいよ。なんか、パシャン美味しい？見て見てこのプロリカ。見て見て。いいじゃん。うん、一緒だね。コアのこれはさ凍ってたんだよね。うん、下からギュッギュッギュッって。飲んでいい？いいよ。すごいね。盛り盛り。どうなの？どうなの？めっちゃうまい。うまい。ママ、ヤングドーナツ食べてる。ヤングドーナツはめちゃめちゃ美味しいよ。これ1個だけでもめっちゃうまかった。うん。
ヤンドーナー大好きだね、おいしいね。まだ冷たいんじゃない、冷たいんじゃないかい。絶対これはマジで駄菓子屋じゃない、これは駄菓子屋で買うべきものじゃない。いやこれも割とこれもね、まあ、これもね、いやこれはまだわかる。いやこれもコンビニで買える。誰が一番って、コウが多分一番駄菓子屋っぽいんじゃない。めっちゃ駄菓子屋だね、うん、雨ママ俺ら2番目だよね。まあ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 、この辺はね、コンビニで買えると思ってた。まあまあまあ、うん。雨ね、雨ちゃんね。これもなんかすっごい懐かしいね。あ、でもほら、こういうの。こういうのよ。こういうの。駄菓子屋といえばこういうの。駄菓子屋といったらこれっすよ。知ってる、駄菓子って当たりがあるんだよ。え？駄菓子は当たりがあって、そう、あるある当たり。これも当たりあるし。めくったところに、うん、当たりって書いたんです。え、そっちゃうの？これ食べたやつ。え、当たり！あ、あそこで食べてればもらえたよ。もう一個もらえんだよ。次さ、これ持ってこう。持ってったらこれもらえるから。やばーい。嬉しいね。駄菓子屋はそういう楽しみがあるのよ。やった。コアもね、買ったね、これね。開ける？コアさん、ハズレです。ママ楽しかったね、また行く人。はい、行きたい理由は、もう当たり持って行こうね。はい、こんな感じでね、セイとソラとコア、まあ、駄菓子屋さん慣れをね、してない感じのね、買い物だったと思います。本当にそれコンビニで売ってるよみたいな商品がたくさんあったと思うんですけど、でもまあ500円を持って自分で計算しながら買い物をして、好きなものを選んで当たりが出たら交換してもらってみたいなシステムがね、すごく子供たちにとってもいいなって思ったので、またね我が家も駄菓子屋さん行きたいなと思います。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。私はブログとインスタ、そして TikTok、 そしてクラブハウスもやってますので、概要欄の方からチェックしてみてください。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。